トライアンフ・オブ・ザ・メディチ・イン・ザ・クラウズ・オブ・マウント・オリンポス、フレスコが、メディチ・リッカルディグー、1684から1686、ルカ・ジョルダーノは、バロック後期のイタリア人画家。ナポリ派の巨匠であり、版画家としても知られる。同時代並びに、後世の絵画に、大きな影響を与えた。ルカ・ジョルダーノは画家であったアントニオ・ジョルダーノの、息子として、 イタリアのナポリに生まれた。年少期にナポリ副王の推薦でホセデリベーラに支持し、後にピエトロ・ダ・コルトーナの下で働き始めたと言われている。ジョルダーノは非常に早く絵を描くことができ、即絵描きのルカという愛称で呼ばれるようになった。しかしこれは貧しく臨職な父親から常に仕事に追い立てられており、ルカ、 もっと早くと言われ続けていたことに由来するとも言われている。まだ若かった。彼は親の要求に従順であり合わせのものを急いで食べなければならないような時でも絵筆を止めることは許されず描き続けている彼の口に父親が手で食べ物を仕込むほどであった。ジョルダーノの作品を仕上げる速さと他人の目を欺けるほどまでに 他の画家の作品を模倣できるような多彩ぶりで彼は雷鳴絵画のプロテウスというあだ名をつけられるまでになったジョルダーノはベネツィア派とローマ派の絵画スタイルを融合した作風を身につけたベネツィア派画家であるパオロベロネーゼの装飾的なユービサとローマバロック派画家であるコルトーナの生き生きとした複雑な画面構成早朝な様式とを兼ね備えたのである また、彼は鮮やかで人目を引く色彩色でも注目されるようになる。1682年から1683年にかけてフィレンツェでフレスコ画の作品群を制作しており、サンタマリア・デル・カルミネ協会のコルシーニ礼拝堂のフレスコ画もこの時期に描かれた作品である。他にもクルスカ学会の天井画やメディチ家の邸宅であるメディチリッカルディ宮殿に 1670年代に庭園を見渡すように増築された回廊の天井画を描いている。この回廊の天井画はアレッサンドロ・セーニとフランチェスコ・リカルディによって企画、推進されたもので理想化して描かれたメディチ家の人々を中心にその周囲に様々な物語に登場する人物や神々などが描かれている。描かれているのは 四つもと徳や精霊を擬人化した者、ポセイドンとアム・ピトリーテー、ディオニュソスの外旋、アドニスの死、ケレースとトリプトレモセなどの神話中のエピソードである。スペイン王カルロス2世は1687年にジョルダーノをマドリードに招兵し、彼はその後1692年から1702年までスペインに滞在することになる。スペインではマドリード王宮、ブエン、 レティーロ公園、エルエスコリアル修道院、トレドなどで絵画制作を行った。ジョルダーノはスペイン宮廷でもテ生やされ、カルロス2世は騎士の称号を彼に与えた。当時のジョルダーノの筆の速さを示すものとして、スペイン王妃に妻がどういう女性かと尋ねられた時に、その場で自分の妻の絵を描き王妃に見せたという逸話が残っている。ジョルダーノはスペインで 多くの絵を描いた。L.S. コリアル修道院では、ルカカンビアーソによって始められた、絵画制作を引き継ぎ、トライアンフス・オブ・ザ・チャーチ、ジーニアロジー・ライフ・オブ・ザ・マドンナ、デビッド,ド・ザ・セレブレーテッド・ウィメン・オブ・スクリプチャーや、モーゼ、ギデオン、ダビデなど、聖書上の物語を題材とした巨大なフレスコ画を描いている。プラド美術館に所蔵の有名な、 ソロモンの夢もこの頃に描かれたものである。ジョルダーノには、アニエロロッシ、マッテオ・パチェッリという二人の弟子がおり、スペインでの彼の仕事を手伝っていた。マドリードでは、多くの油絵を描き、キリスト生誕は、彼の代表作の一つである。1700年に、カルロス2世が死去すると、経済的にも成功していたジョルダーノは、ナポリに帰国する。事前活動に、 多額の金を使い、特に貧しい年少の芸術家たちへの支援は惜しまなかった。彼は、優れた画家とは大衆に好かれる画家のことであり、そして大衆はデザインよりも色彩により惹かれるもので、あるという言葉を残している。ジョルダーノは驚くほどに、器用な画家で、そのことは逆に彼の作品を先迫な印象を持つ、ものにすることさえあった。彼は、ローマとナポリに、 数多くの作品を残しており、ナポリにある後期の代表作として、ジロラミーニ教会の、クリストエクスペリング・ザ・トレイダーズ・フロム・ザ・テンプル、3、マルティの修道院のフレスコが、ユビトの勝利、カルトゥジオ会修道院所蔵の、モーゼズ・アンド・ザ・ブレゼン・サーペント、ジョルダーノ自身の墓があるセーブリギット教会の、天井画などがある。ナポリ以外にある後期の代表作としては、 ベルリン美術館所蔵のパリスの審判、ローマのコルシーニ宮殿のギャラリー所蔵の教会のキリストと博士などがある。また、ジョルダーノは最晩年にコルシーニ礼拝堂、メディチリッカルディグルなどに後世にも影響を及ぼしたフレスコ画を残している。若年期には彫刻作品も作成しており、バールシンとの虐殺などにその多彩な才能を確認できる。 その他、鏡や、キャビネットなどの装飾も手掛けており、これらの作品は、イタリアの多くの宮殿で見ることができる。ジョルダーノに支持した弟子たちの中で一番有名なのは、パオロ・ディ・マッティスである。しかし、ジョルダーノは直接の弟子たち以外にも、同時代、後世の画家たちに、多大な影響を与えている。ベネツィア派のジョバンニ・バッティ・ストランゲッティ、ジョバンニ・コーリ、 フィリッポ・ゲラルディたちにも影響を与えたと言われる。その他、ジョルダーノの弟子では、ファン・アントニオ・ボーサスや、ジョバンニ・バッティスタ・ラーマなどが有名である。ありがとうございます。